はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森たくみライフ。今日はね、チャック様の別荘こんな感じで仕上がったんですけど、こんな感じのね完成に向けてちょっとね、前回の続きからやっていくのと、あとはね、今日はお庭もね作っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。なんかそっち側飾りたいなと思ったんですけど、どうしようかな。なんか高いところに壁掛けのなんかそういう棚的なの飾る、それか時計こっち飾っちゃうかみたいな、そんな感じはありますけど、どうだ。まあ、こっちから時計見えるぞはいいけど、ちょっとこれは多分後で飾ると思うんですけど、いや、わかんない。わかんないなので、どうしよっかな。なんかこういう感じのなんかシェルフ、アイアンウォールラックとかにする。なんかね、こういうちょっと植物飾ってるぞは可愛いので、ちょっとこうありますみたいな、こうあります。いや、どうだろうね。これとなんかシンプルなウォールシェルフとかをこう一緒に置くのってどうなんだろうね。こういう配置です。まあでもなんかね、1個だったらなんかね、こうちょこんちょこんって感じで、まあ可愛いんだけど、なんかちょっと物足りないかなと思ったので、ちょっと今日2個置いてみましょうか。なんかね、こう2個並べるのあんまなかったような気がするので、で、これは白。こっち側の景色白あんまないし、白にしましょうか。で、シンプルなウォールシェルフ、これも白にする。いや、どうしよっかな。ピンクはでも消えるでしょう。こんぐらい、あーでもそうなんだよね。そこのビビットが結構ね、なんかこの可愛いカラー担当してくれてるので、やったらなんかシンプルな白、ブラウンは多分消えると思うんですよ。消えますね。ブラウンは消えると思うなので、ナチュラルか白かみたいな、そんな感じに思ってるんですけど、いや、どうだ、白はね、ちょっと白で白すぎるみたいな、ちょっと白の家具多すぎみたいな、そんな感じになりかねないかなって思ったので、ちょっとね、白に白並べるのちょっとなんかしっくりこなかったんで、ちょっとナチュラルにしちゃおう。こんな感じ で高さどうだろう。もう一段、いやー、でもちょっと高いところに欲しいかな。いや、どうだ、これは、そうなんだよね。その扉よりも、その扉っていうか入り口よりも高い位置に置いていいのか、入り口と同じぐらいの高さなのか、悩ましいところはあるんですけど、ちょっともう一回ちょっと一個上、ちょっと高い位置に置いてみましょうか今回ね。そこんな感じで、ちょっと高いところ頑張って撮るぞみたいな。まあちょっとね、実用性はさておき、ちょっとそういう飾り的な、ちょっとそんな感じでそこ置いちゃおうかな。で、まあなんかこっちのね、こっち側空間は、多分こんな感じかなと。で、あとはこっち作りたいな、なんですけど、結構でもこの配置可愛いし、気に入ってるぞみたいな、そういうところはあるので、ちょっとどうしようかなって感じなんですけど、ちょっとこっち側考えていきましょうか。さて、こっち側、どうしようかなみたいな感じなんですけど、なんかね、こういう感じで、ちょっとゆとりある感じで、これあるの可愛いな、なんですけど、いや、どうだろうね。真ん中なの。まあ、そもそもこれの色、まあ、でも白樺、こっちも白樺いいよねって感じなので、テーブルは白樺にしましょう。で、白樺にして、で、ここの柄っていうか、クロスの柄は揃えとく。こういう感じで。どうだろうね。なんか、全部一緒っていうのもなんか、なんか、まとめてオーダーしましたみたいな感じで、ちょっと可愛いんだけど、どうだろうね。ちょっとここ違う柄にしよっかな。なんか、って思った。って思ったので、ちょっとキリムとかにする。キリムとかにして、で、
ここの椅子に関してはなんか色濃い方がいい。なんとなく、なんとなく。なんかこのテーブルだけ白樺で、スツールに関してはちょっとダークウッドみたいな、ちょっとそんな感じでいきたいなと思いましたので、ちょっとこういう感じで、で若干こっち寄りみたいな、若干こっち寄りに今配置してるぞみたいな、まあここはね、まあ動かせるけど今こうやって配置してるぞみたいな、なんかそんな感じでいいかなと思いますので、ちょっとこういう配置にしてみましょうか。で、本棚置く。いやなんかね本棚置きがちみたいなところあるんですけど、いやどうだろうね、いや本棚なんだよなみたいなやっぱ本棚なんだよなみたいなところあるんですけど、いやどうだろう、本棚かそれか、なんかこういう丸太の飾り棚かみたいなところがあるんですけど、どうしようかな、どうしようかな、飾り棚こうやってありますにするか、どうなんだろうね、飾り棚こっちという選択もあるのか、こうあっち向いてるフクロウさん、こっちか、こう向きに配置してこうですというのもいいんですよね、かこっち側本棚なのかなとも思ったんですよ。なのでちょっとどうしようかなって感じなんですけど、試しに本棚置いてみる。本棚がこの辺でしたっけ、ちょっと待ってよ、この辺だっけ、本棚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 、なんかでも棚があるぞ、棚ゾーンか、棚ゾーンでありますね、ありますね、本棚か、そうなんですよね、積み木ブックシェルフという選択もあるんですよね、積み木ブックシェルフぐらいにしとくいやなんか本ありすぎるのもちょっとな、いやどうなんだろうなみたいな、なんかそれか、そうこういうね、うん、このサイズ感が並んでるのもちょっと可愛いなとも思うんですけど、どうだ、でも本棚もなんかね、せっかくやから、せっかくやから置きたいなみたいなところもあるんで、本棚にしようすぐ採用される本棚みたいな感じなんですけど、でどうだろうね、ダークブラウン消えるかな、まあでもなんか落ち着いた感じなのはダークブラウンなんですけど、いやどうだろう、今回結構なんかこういうね、ちょっと濃いめの床と壁紙に対して白いテーブルとか椅子っていうかソファーが多いじゃないですか。なのでこれまで白にするとちょっとなんかうってなりそうですよね。のでやったらこれに関しては、本棚に関してはダークブラウンにしようかな。うん、でダークブラウンで配置して、でこういう感じ、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 いやどうだ、ちょっとと隙間空いてる、まあ詰めるは違う気がするね、ね、なんか実際のね、なんか自分の部屋だったらなんかもう極限までなんかね、もうその空間を使うために詰めがちなんですけど、ちょっとね、そう、動物の皆さんのね、ご家庭はね、ちょっとこういうちょっと贅沢な空間使いしちゃうかなみたいな、そう、広さね、もう変幻自在に変えれちゃうので、ちょっともうこういうこんぐらいの広さでこう置いちゃおうかなみたいな、ちょっとそんな感じでいきましょうか。で、ね、どうしようかな、ここのところになんか中ぐらいの高さの観葉植物か、もしくはコートかける、そう、ハンガースタンドかって思ったんですけど、いや、どうなんだろうね。なんかそっち側の何なんかね、ソファーの空間になんか同じような高さのアイテムがあるし、どうだろうなと思ったけど、高さちょっと違うのか、やったらハンガースタンド置くありな気もするんですよね。ハンガースタンド置くありなのか、観葉植物、観葉植物もでも置きたい、ちょっと悩ましいね。いや、どうしよっかな。ユッカ、ヤマドリアシ、モンステラ、シェフレラ、ゴールドクレスト、カカオ。どうなんだろう、こういう寒いところってどういうのが育つんですかね。わかんないな、それ。シェフレラなのかな。シェフレラっぽいよな、でも。シェフレラっぽいよな、がありますわ。でもなんかいいなって感じはするんだけど。で、シェフレラも結構いい感じの高さしてますね。うん。なんかね、いいなって感じがするんですけど、どうしよっかな。あー、でもなんかいいな。テラコッタなのかな。いや、もうなんかね、置く方向でちょっと進んでますけど、グリーンなのかな。グリーンも捨てがたいよね。ちょっとグリーンにしましょうか。ね。こんな感じで。
配置して、で、まあ、こっから本取ってきて、ちょっとこうね、そう、読み聞かせ的なのをしたり、まあ、好きな本読んだりもできるし、みたいな、そんな感じにしちゃおうかな。で、こっち側はね、なんかちょっと余裕あるんですよ。余裕あるので、いや、なんかね、無理してなんか置かないでもいいのかなとも思うし、どうなのかなみたいな感じもあるんですけど、どうだろう、どうだろう。飾り棚置く？飾り棚。どうなんだろうね。なんかこっちはこっちでなんか空間使えてほしいなとも思うので、ちょっと撤収か、むしろこういう、ちょっと三つ目みたいな。三つ目みたいな。なんかね、せっかく大きいテーブルやし、ちょっと三人ぐらいこうやってかけるもありやし、ちょっと一個ここに置いてますみたいな。一個ここに置いてますして、で、こっちから持ってくるゾウもありなのかなと。なんか、そんな、なんかそんな感じで思ったんですけど、いや、どうだろうね。今置いてると、この配置感で言うと、なんかこうね、こういう配置になってるので、いや、ちょっと待ってよ。こっちに寄せるという。同じようにこういう感じでちょっと3人席座ってますみたいな、なんかそういうのも捨てがたいしなーみたいな、かこんぐらいかみたいな、こう向きでちょっとね、ここで二等辺三角形、二等辺三角形なってるちょっとここ距離あるなって感じがあるんですけど、ちょっとね、なんかここうまく配置できないなっていうところがあるので、ちょっと悩ましいんですけど、こんぐらいの距離感で置くか、ちょっと暫定1個ここに置いてますみたいな、そんな感じにするかみたいなところあるんですけど、ここに置いてますしましょうか。で、普段はね、なんかここの上になんか違うの置いてますみたいな、なんかそんな感じにする。例えばノームの置物とか、ノームの置物置いてますして、で、なんかね、お客さん来たらちょっとね、ごめんねって言って、ちょっとこの辺でちょっと待ってもらって、ここら辺にね、ちょっと持ってきたりみたいな。ちょっとそんな感じでいきましょうか。で、ノームの置物のカラーに関しては、ハツラツノームいいけど、いや、どうだ？寝ぼすけ。寝ぼすけ。あー、でもなんかこういう寒いところ、寝ぼすけなんかね、いいなーって感じするので、いや、どうだろう。今ちょっと候補寝ぼすけ。まあ、それか音ボケか、頼れるノームか、腹ペコ、のんびり。熱血、ちょい悪。まあ、寝ぼすけにしましょうか。寝ぼすけドームで、こうやって言いますみたいな。ちょっとそんな感じで行きましょう。あとはどうしようかな。ちょっとね、なんとなくなんですけど、ちょっとね、この辺に場所を取らない系の家具。まあ、家具というかね、そう、グランドライトちょっとね、置いて、ちょっとそういう感じの照明みたいな、ちょっと足元に埋まってる感じの照明ですみたいな、なんかそんな感じはいいかなと思ったので、ちょっとグランドライト埋めちゃおうかな。こう2個ぐらいありますみたいな。うん。で、なんかね、こっちだけちょっとこういう感じのグランドライト埋まってますよみたいな。うん、ちょっとちょっとこれ設計段階でどういうコンセプトなんやろうって感じしますけど、いや、いらないこれ。いや、でもなんかあってほしい。悩ましいんですよね。そうなんですよね。ちょっと待ってよ。一旦、元の状態こんな感じ。元の状態こんな感じで、むしろあれか、なんかこう真ん中とかにこう縦にありますみたいな。なんかそういう感じはいいよね。なんか、うん。ちょっとこういう配置する。こう。なんかちょっと他の電気消してもこういうのがね、ちょっと可愛いぞみたいな。あー、なんか、あー、なんかでもいいな、これ。なんかかっこいいな、これ。ちょっと真ん中にこうやって置きましょうか。真ん中にこう、ちょっとずれてる。一個こう。あ、でもちょいずれるのか。やったら、さっきの左に寄ってるこうにしようかな。ちょっとここゆとり持ってみたいな。で、普段は、こうやってね、ライトをつけてます、みたいな。うん。そんな感じで行きましょうか。ので、うん。普段はこうやってライトついてるんですけど、なんかね、ちょっとさっきみたいな、こういう間接照明的な。ので、なんかね、ちょっと、うん。そう。K
消しても、そう、こう上のライト消してもちょっとねなんか雰囲気出るぞみたいな、そんな感じでいきましょう。で、で言うとですね、ちょっとこっち側の右側のなんかね照明もちょっと足すのありなのかなと思ったので、あ、ちょっとごめん消した待って、電気つけて、電気つけてる、電気つけて、壁掛けの、壁掛けのライト、壁掛けのライトかな、壁掛けのライトを、壁掛けじゃなくて天井からここの真ん中吊るしますか。なんかね、なんかそれがなんか基本っぽいような気がするんですけどなんか最近ね、なんかそういうシェードランプとか、シェードランプっていうかね、壁掛けのシェードランプ的なのをなんか使いがちやったんですけど、なんかこういうのちょっと使うのいいよねっていう感じなので、ノルディックなペンダントライトとか、なんかまさにって感じですけど、いやどうなんだろうね。あー、でもこういう感じなのか。ノルディックなペンダントライトをちょっとこの辺に配置で言うとこう、あー微妙な配置になるね。まあこっち側、こっち側にこうやって寄せときましょう。で、色がこの色可愛いけどな。いや、どうしよっかな。これ何？グリーン、ブルー、オレンジ、レッド、ピンク、グレー、ホワイト、ホワイト。まあでもここまで白にするとって感じなので、ちょっとこれは緑にしちゃおうかな。うん、こんな感じでいきましょう。で、まあ室内に関しては、そうですね、こっち側の左でちょっとね、こうね、背もたれとかついてるソファーでゆったりすることもできるし、こっち側のね、ちょっとね、スツールでちょっとね動かしたり、まあこれ動かしてちょっと集まったりとかもできるぞみたいな、ちょっとそんな感じでね、なんか入って右と左両方ねなんかゆったりできる空間できましたので、時計置く、いや時計置かない、時計置かない、うん、今回ちょっと時計置かない、うん、いや悩ましいちょっと待って、そこの壁に時計置きます。ちょっと試しに貼り付けてみる。そう、壁掛け、壁掛けで、壁掛けで、壁掛け、丸太の壁掛け、こうあります。あー、まああってもいいしみたいな感じですけど、いやちょっとね、今日あえて置かない、うんちょっともうね、もうこの何、山小屋でもう時間を気にせずにちょっとねゆったり過ごしますみたいな、ちょっとねそんな感じでいてほしいので、ちょっとねあえて時計は置かずに行きましょう。で、室内に関してはねこんな感じにして、じゃあ外を今度作っていきましょうか。さあ、それではお庭と外観作っていきましょうか。まあ山小屋っていうぐらいなんでね、なんか小屋、そう、アルプスの山小屋っていうぐらいなんで、まあ小屋がいいなーって感じなんですけど、ですよね、小屋にしよう、小屋、小屋、小屋のイメージで、で、ここの色どうしよっかな、まあ冬場やしなーみたいなところはあるんですけど、どうしよっかな、オレンジのストライプ、オレンジのストライプ、瓦、瓦、どうやろう、あんまり重くならない方がいいのかなと思ったんですけど、瓦結構あれかな、雪落ちてきやすくて、なんかね、ちょっといい感じになるかな、なんかそういうのちょっと思ったので、そう、ピンクの瓦屋根にしちゃおう。で、板壁、板壁、いやどうだこれ、ちょっとなんかね、そう、寒い地域なので、なんかね、ちょっとね、こういうレンガっていうかね、こういう黒壁みたいな、板じゃない壁の方がいいのかなって今思ったんですけど、どうだろうね、いやどうなんだろう、レンガ付き黒いシンプル、レンガ付きシンプル黒壁にしましょうか。で、ドアに関してはちょっとね、なんかがっちりした感じのドアが欲しいなという感じなので、黄色い丸窓のドア、黄色い丸窓のドアで、で、この辺の飾りはなしにして、こんな感じ、うん、こんな感じで行きましょう。で、お庭どうしよっかな、なんかね、まあ、せっかくやしみたいなところはあるんですけど、なんか、あー、こういう望遠鏡もいけるのか、どうなんだろうね、
なんかこっち側池あるしみたいな。あえてここの畑埋めちゃうという手もあるんですよね。あー悩ましいな。なんかでもなんかヤギとかいてほしい。ヤギとかいてほしいけど、そういう家具ってなかったっけ。ヤギはあったっけな。いやなかったような気がするよなって感じなんですけど、見覚えがないもんねヤギは。うん、羊か。羊の何かはありましたね。あ、ヤギある。ヤギある。ヤギ、ヤギかっこアリエス。ちょっとアリエスの木馬置きましょうか。こんな感じ。あー、いい、いい。めっちゃいい。めっちゃいい。ちょ、こう。いやー、とりあえず一匹こんな感じで言いますよ、みたいな。ちょ、帰ってこうで、こんな感じで言いますよ、みたいな。ちょっとそんな感じにしようかな。で、そうなんですよね。冬やし、ちょっと、ちょっとね、なんか、あんまお外でゆったりみたいな感じでもないのかな、とも思いつつなんですけど、どうだろうね、なんか小屋的な、小屋っていうか、何?倉庫的なやつを置いて、利便性よくみたいなの方がいいなのかな、みたいな、いいのかな、みたいな感じで思ったので、ちょっと、ここの畑縮小します。こう。で、ここになんか小屋か。ちょっと待ってよ。いやどうなんだろう。スキー用具ってなんかこう出てるもん。あ、でもなんかこうやってかけてるイメージあるよね。のでちょっとスキー板こうやって出しとこうかな。うん、大丈夫これ。大丈夫これって感じなんですけど、ちょっとこんな感じで、こんな感じにして、で、あー、どうしよっかな。どうしよっかな。こっち側ちょっと埋めちゃうか。こう。こうして、こうして、で、ちょっと望遠鏡で、ちょっとこうね、そこの木が邪魔です。そこの木が邪魔ですなんで、ちょっとこっち側見てる感じにしましょう。ちょっとこう、池の前でこうやってね、ちょっと空見てるぞみたいな、お星様見てるぞみたいな、ちょっとそんな感じもいいなって感じがするので、ちょっとこんな感じにしちゃおうかな。これどうなんでしょうね。なんか文字こっちにあった方がいいのかな。なんかね。いや、でもちょっと、まあ、奥でこんな感じでいきましょう。で、奥でこんな感じ。で、倉庫置きたいって言ってたけど、倉庫置けなさそうなんだよな、みたいな。そんな感じなので、どうしようかななんですけど、柵ちょっとこれ撤去しようかな。一旦撤去して、で、ここへ繋がる道が動線として確保したいので、ここは埋めます。もう一個埋めますか。埋めましょうか。どうちょっとギリ。ギリやっぱ、もう一個ぐらい、ちょっと黒土の道、ちょっと広げとく。ちょっとここを、こう、ちょっと気をつけながら通ってね、みたいな。ちょっとそんな感じでいく。か、丸めるという選択。か、角削っとく。角削っとくする。角削っとくしましょうか。で、こうやって通るぞ、みたいな。で、シーズンによっては、いや、どうしよっかな。なんか、かぼちゃとか置いとく。なんか、植物というか、あ、埴輪って、なるほど。持ってる埴輪こんな感じで置けんねや。え、ちょっと待って、これ埴輪増やさなあかんな。大変なんですけど。かぼちゃってそもそも持ってなくない?なんか大変なことに気づいてしまった。待って。どうしよっかな。ないよ。株はある。株って冬大丈夫な。その辺のね、ちょっと大丈夫かどうか知らないんですけど、錆びたパーツ。この辺は音響で、化石ゾーンではない埴輪は、この辺かあるとしたら、あ、野菜あるぞ。野菜。かぼちゃにしよう、かぼちゃ。黄色。オレンジ。緑。どうしよっかな。なんか、緑かな。何が違うんだろう。なんか栄養素のバランスとか違いそうなんですけど、黄色いかぼちゃにしよっかな。
ょっとこう、こう。やっぱオレンジの方がいい気がした。なんとなく、なんとなくオレンジ。いや、ちょっと待って、じゃがいもという選択。いや、まあまあまあ、オレンジのかぼちゃ、こうやって。どう？どう？なんかせっかくやし、ちょっと緑のかぼちゃにする。ちょっと、やっぱ緑。緑です。こう、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 こう。斜めにしとく。どうしよっかな。そこを寄せて、三つぐらいこうみたいな。そこんな感じにしちゃおうかな。で、こっち側はね、人参。人参。人参がどのシーズンで取れるのかね、そう、よくわかんないんですけど、ちょっと人参可愛いからね、ちょっと人参飾っちゃおう。こんな感じで、ちょっと斜め。どうだ？奥の方がいいかな？ちょっと奥。奥でこんな感じで配置して、で、まあ、畑で人参もちょっとこうやってやりますみたいな。ちょっとそんな感じでいきましょう。あとはどうでしょうね。なんか望遠鏡置きました。望遠鏡もうちょいこっちかな。こういう、こんぐらいの配置にして、で、こういます。どうしよっかな。ここに、なんかそのね、冬でゆったりしてる鳥さんみたいな、なんかデコイ、デコイ的な、デコイ的なというかデコイ。デコイ置きたいなって思ったので、これ。これ置く。これで、待てよ。なんかこの辺に置きましょうか。この真ん中の段。で、色が、どうなんだろうね。アヒル、アヒル。なんかでもね、雪の中に紛れない色がいいかなと思った。マガモにしよう。マガモこうやっているのいいですよね。マガモさ、ここにいてくれる方が可愛いよね。なんとなく、うん。なんとなくそう思ったので、やっぱちょっとマガモここに置いちゃおう。こっちにも置く。いや、どうなんだろうね。なんか2匹以上ちょっと同じ鳥さんがいるのがね、ちょっとどうなんだろうなっていう感じはせんでもないんですけど、向きまで一緒にしちゃうとちょっとあれなのかなっていうところがあるので、いや、どうだろうね。この辺にもいますみたいな。で、違う種類にしようかな。星はじろにしよう。星はじろで、ちょっとこんな感じで言いますよってして、で、あとはそうですね、まあ冬なのでっていうわけではないんですけど、どうなんだろうね。真っ白いウサギ、結局、真っ白いウサギしれっといますみたいな。ちょっとどうしようかなーって感じなんですよね。そうっすね。なんかこの辺に、ライト置く、ライト。ライト。ガーデンなライト。ガーデンなライトなのか、ちょっと背の高いライトなのか。その辺はね、悩ましいんですけど、どうしようかなー。街灯。まあ、一個ぐらいね、ちょっとこう背の高いやつ、この辺に置いててもいいのかなって感じはするんですけど、どうしよっかな。なんか、空間的に余裕がありそうなのはこっちなんですけどね、ちょっとね、このヤギと被っちゃうので、こっち、ここ、あれ、ここ、ここにこうやって配置しましょう。で、色はどうしよう。緑でいいんだけどな。黒にする。緑でいいな。緑にしましょう。緑でこうやってありますみたいな。そんな感じでいきましょう。うん。で、まあ、こっちは木馬あります。どうしよっかな。なんか、ソリとか置くか。なんか、ここまでは車来れますみたいな。なので、基本は車でちょっと移動してますみたいな。なんか、そんな感じにする。で言うと、家具で、乗り物が、ちょっと待ってよ。乗り物いつも探してんだよな。乗り物が、この辺ですね。この辺で、どうしよう。トラクターいいけどな。トラクターでちょっと麓まで行くみたいなのは可愛いけど、いや、どうしよっかな。カー、スクーター乗ってますみたいな感じか、高級車か、なんかね、ちっちゃい車が欲しいなって思ったんですよね。まあ、ないので、トラクターにしよう。トラクターで、ちょっとね、なんか移動してますわ。ちょっとね、なんか可愛いので、ちょっと。赤のトラクター、ちょっとここにありますみたいな。ちょっとそんな感じで行きましょう。
で、ここの段差は、どうしよっかな。ここの前に、ベンチ置く。あ、ちょっと待ってよ。丸太のあれ置こう。丸太の。これ。ワイルドの丸太のベンチ。これちょっとこう置いて、で、ここでゆったりすることもできますよ、みたいな。ちょっとそんな感じでいきましょうか。うん。で、ここでゆったりできます。ちょっとゆったりしといてもらおう。あれ？ちょっと座れないんですけど。座れないんですけど。あ、こう。あ、そう向きになっちゃうの。そう向きに座れんねや、っていうか。まあ、背もたれないからいけんのか。まあ、ちょっとこんな感じで座ってますよ、します。で、こっち側は、もうなんかこういう感じなんですよね。こういう感じなので、ちょっと待てよ。どうなん？外、雪降ってるところで、こういう薪って置いててもいいの？なんかどうなんって感じなんですよね。なんかね、ちょっと湿気ちゃわないのかなって感じするんですけど、まあ一応なんか外で干してますみたいな。ちょっとそんな感じで、ちょっとこうやって薪置いとこうかな。うん。で、薪置いて、で、あとはそうですね、なんかここら辺に、なんか焚き火した跡的な、焚き火した跡的な、うん。この辺、この辺。あー、落ち葉か。落ち葉の焚き火。落ち葉の焚き火。あ、でも焚き火してる、いいなめちゃめちゃいいな。このなんか乾燥した落ち葉どっから持ってきたのっていう感じはあるんですけど。ちょっと焚き火してるいいなと思ったので、ちょっとこんな感じで置いちゃおう。うん、まあなんかこんな感じなんじゃないでしょうか。うん。これどう？もう一個こっち。そう、もう一個こっち。うん。ちょっとじゃあ、お庭。お庭もね、なんかこんな感じで完成として、じゃあ室内で報告といきましょうか。さあ、それではお庭も室内も完成しましたので、報告といきましょう。どうかしたの？もしかして、出来上がったとか？しかじか、カクカクしかじかです。完成しました。わー、ついに出来上がりか。どうもありがとう。どういたしまして。ずいぶん長い時間頑張ってたね。そんなに一生懸命やってくれたなんて嬉しいよ。よーし。じゃあちょっといい感じにできましたので、室内見ていきましょう。チャック様、アルプスの山小屋。どうもお世話になりました。こちらこそ。ねえねえ、せっかくだし写真撮らない？君がコーディネートしてくれたんだもん。絶対かっこよく写るよ。しかじか、はい、撮らせていただきましょう。やったー、もう好きなだけ撮りまくっちゃって。じゃあ終わったらまた声かけてね。しかじか。よし、じゃあどうしようかな。候補こっち座るという候補。まあでもやっぱそこだよね。ここですよね。とりあえずここ座ってもらって、どうだろう。こっち向きなのか、こっち向きなのか。まあ、よく撮るならこっち向きなんですけど、今日こっちにします。プロカメラ。プロカメラでちょい引き。縦長なんですよね。ちょっとこういう、ああ、でもちょっと本棚とかなんか背中になっちゃうので、ちょっとこんぐらいにしよう。で、こんぐらい。こんぐらいにして、でボッてして、でフレーム、日付フレームで、でポップ、ふんわり、ドラマチック、今日ドラマチックにしよう。そうで、パシャ、よし、撮りました。こんな感じです。どんな感じですか？こんな感じです。あ、いいね。よし、じゃあお写真も撮りましたので報告して帰りましょう。これ報告できる？ちょ、報告して帰ろう。あ、ちょっと
話せないや。ちょっと、動いてもらいましょうか。ちょっと、すまん、こっち来て。よし。じゃあ、報告して帰りましょう。帰ります。お仕事お疲れ様でした。で、どっかした？近々。帰ります。そっか、もう帰っちゃうんだね。また遊びに来てくれると嬉しいな。いつでも歓迎するからね。近々。イエーイ。いやー、なんとか。ね、いや可愛い感じの、そう今日はねちょっと珍しく横長の部屋にしたんですけど、ちょっといい感じにできたんじゃないでしょうか。ムンポンちゃんお疲れ様。お疲れ、ありがとうございます。はい、今回のお給料3万ポキよ。やったぜ。いやなんか2万ポキから一気に昇給したなって感じがするのでめっちゃもらえますね。今日はもうお仕事終わる、それとももう少し与えていく、終わりましょう。分かったわ、ゆっくり休んでね。よしっていうところでね、今回はアルプスのイメージがね、ちょっとね、アルプス行ったことないんでね、ちょっとアルプスエアプなんですけど、ちょっとね、こんな感じの山小屋だったらいいなというところでね、ちょっとあったかそうな冬でも暖かそうなね、山小屋を作っていきました。はい、っていうところでね、また次回はね、違った別荘、ちょっとね今回ね山小屋なのに夏仕様でねちょっと向かってしまったんですけど、また次回も別荘作っていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。